東詰め上流方向右岸から望むフェニックス大橋は新潟県長岡市の信濃川と渋見川に架かる国道404号長岡東西道路の橋長線272メートルの桁橋長岡市の都市計画道路並びに地域高規格道路長岡東西道路の区間として建設が進められ長岡市の信濃川に架かる道路橋梁として 大手大橋以来28年ぶりに2013年11月24日に開通した東詰め川の長岡市大宮町から西詰め川の道下山町に至る橋町1272メートル全幅13.250メートルの桁橋橋梁下流側に品濃川と渋見川の合流点があるため品濃川橋梁と渋見川橋梁が土工部を挟んで連続する構造となっており 内訳は、品濃川橋梁が、橋町870メートルの鋼11景観、連続非合成細幅箱下橋、土工部が69メートル、渋見川橋梁が、橋町333メートルの鋼8景観、連続小数万桁橋である。品濃川に架橋される、道路橋梁としては、長野県、新潟県を通じて最長の橋梁である。 完成4車線だが、共用開始より、当面の間は、下流側に架橋される1機線の橋梁を使用した、暫定2車線で共用を開始し、1機線橋梁は、下流側に自転車歩行者道を備えた構造となっている。P3P8 の橋脚,脚基礎には、ニューマチック系損工法が採用されている。元橋の開通により、近接する調整橋、 越路橋の交通量及び混雑が減少した。東京寮の上流側のうち、品野川には、新越本線の品野川橋梁そのすぐ上流に、新潟県道23号柏崎、高浜堀の内線の越路橋が、渋見川には、国道351号の衛星橋が、下流川には、国道351号等の調整橋が、それぞれ架橋されている。都市計画道路、 長岡東西道路は1977年に都市計画決定された国道17号から長岡市川東地域南部の区内駅北側を経て品野川、渋見川を渡り当時開発事業が開始された川西地域給料部の長岡ニュータウンを経由して国道8号に至る延長約 10km の幹線街路である品野川と渋見川を横断する 道路橋梁は計画決定後、当時の市長によってニュータウンブリッジの仮称が付けられ、旧市域の川東地域と川西地域を連絡する5番目の橋として着工が待たれたものの、第2次オイルショックの発生や長岡ニュータウンの開発停滞などもあって、着工までには右予曲折を経ることとなった。この間、川東と川西の間を連絡する4橋梁のうち、 市街地にかかる調整橋、長岡大橋の両橋梁は年々渋滞や混雑が激しくなり、さらに両橋梁の間には1985年に大手大橋が開通したものの、当時は暫定に車線だったこともあって増大する交通量をさばき切ることができず、円滑な道路交通を確保する必要性が生じ始めた。特に調整橋の上流側にかかる橋梁は、 約5キロメートル上流の小石橋しかないため、川東側の区内地区、川西側の西地区は、両岸間を行き来する場合、前述の各橋梁へ大きく迂回しなければならなかった。こうした中、長岡東西道路は1994年12月16日付で、地域高規格道路の計画路線に、翌1995年8月23日付で、全線のうち、 約6キロメートルが調査区間に指定された。これを受けて長岡市は新潟県建設省北陸地方建設局の3社による長岡東西道路計画協議会を構成し整備区間の指定に向けルート選定や整備方法などの調査を実施した。建設中のフェニックス大橋このうち長岡市金目町から同志二室町に至る延長3 3キロメートルの 区間が1997年9月10日付で整備区間に指定され新橋梁の着工が決定。新潟県は長岡東西道路のうち地域高規格道路の調査区間に該当する延長6 0 3トルの区間について1999年3月9日付で都市計画決定した。この区間は国道404号の区間として地上部は 新潟県が建設事業を行うことになったが、協梁部に該当する延長 1.3km の区間は、県や長岡市が単独で事業を行えないため、国の直轄事業として、国土交通省北陸地方整備局長岡、国道事務所が権限を代行して、施行を行うことが2006年に決まり、2007年10月に着工。長岡市が佐賀川で計画を進めていた。 都市計画道路、左岸バイパスと合わせて一体的に整備されることになった。建設事業においては、長岡東西道路橋梁を過小として使用していたが、2012年6月21日に開催された長岡東西道路橋梁名称選定委員会第1回会合において、橋梁名の公募を実施する方針が決まり、8月1日から10月21日までの、 間に実施した一般公募では全国から合計五千四百七十五点の名称案が寄せられた。これを受けて十一月二十一日に同委員会の第二回会合が開催され、選定委員の渡辺誠介、長岡造形大学准教授、長岡市出身の元水泳選手、中村舞、京料両岸の中学生らからなる十人の選考委員が協議した結果、名称は フェニックス大橋に全開一致で決定した。長岡市の師匠はフェニックスを肩切ったもので、長岡市が1945年の長岡空襲、2004年の新潟県中越地震など、過去の災下から不死鳥のごとく蘇ってきた姿を重ねつつ、末長く発展するよう願いが込められている。2013年11月24日に開通式を取り行い、 同日15時30分から供用を開始した。なお、同日には、長岡市の川西地区を縦断する、佐賀ンバイパスも開通した。ありがとうございます。